皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、ヤギさんこんにちは。こんにちは。今日なんだけど、はい、前回というか過去、過去に、はい、ホイールのレストア動画、はい、あのガリ傷直せますっていう、あ、やりましたね、あ、うん、げたことあるんだけど、今回はまあどちらかというとカスタムというか、さらにもう一個上の上、あの、まあ、レストア、はい、&カスタムっていうところで、はい、ちょっとご紹介しようと、はい、はい、なので結構金額はそれなりにかかるんだけど、はい、クオリティはすごいよと。なるほど。しやっぱりそのできるお店さんもそんなに多くない、はい、っていうところなんで、はいはい、ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあいくよ。はい、それではどうぞ。今回ご紹介するホイールはこちら。はい、はい、これめっちゃ綺麗くないですか。ん、綺麗じゃないですか。そう、まあのね、もともとねそんなにひどくないの。はい、なんかね普通あのガリ傷直すって言うとね、結構もうガリガリになっちゃってたとか、はいはいはい、あともう歪んでたりとか、はい、っていうのだけど、これはねひどくないんですけど、やっぱうちのお客さんこだわり強いんで、はい、このままでは履きたくないと。はい、でこれはね、ちなみにヤクさん、アジオっていう、アジオ、はい、はい、単造ホイールですね、はい、のブラッシュドのクリアっていう、はい、わかりますか。わからないです。はい、ブラッシュドっていうのはこういうヘアライン見える。ああ、なるほど、はいはいはい、はい、これがブラッシュドっていうね、はい、技術なんですけど、はい、でこのブラッシュドした後にクリアを拭いてあるの。だからちょっとツヤツヤとかテカテカでしょ。はい、はい、なのでこのままでも全然悪くないんだけど、はい、お客さんはまあこの形を変えずにもう一回綺麗にレストアしたいと、はい、でまあ、ちょっとね見てもらうとさ、まあ、ちょこちょこなんでこういうガリ傷わかる。はいはいはい、はい、であとこっち側はちょっとひどいかな。あ、ガリガリと、うん、はい、言ってるんで、こういうのを一回直しつつ、はい、あとねここはヤクさん見てもらいたいんだけど、このホイールのさ、このボルトの辺とかが腐食してるのわかるかな。このこういうところ、はいはいはい、これアルミの腐食なんだよね。はい、なんかこういうのも一回削ってこういうとこ、はい、処理してもらうんで、はい、なのでレストア後の、はい、なんか感じは全く同じそのカスタムというか、はい、処理をするので、はい、変わった感はないけれども、はい、それでも多分かあの見違えると思うんですよ。そうだな、まあ、ちょっとねこれ制作にかなり期間がかかるのでちょっとここからさなり飛ぶんで、ちょっと季節感も変わってるかもしれないですけど。あ、ちょっと今半袖だけど、いや、もうさらに向こうを迎えて、今がね11月じゃん、はい、夏前かな6月かな、分かんないけどね。そんな感じなんですね。分かんないけど、まあ、はい、あの完成後を楽しみに。一応ただこのアジオってもう本当に軽い20インチですけど、はい、全然軽いし、こう見て 中をこう肉抜きしてあるんで、これね軽量化のために。ああ、なるほどなるほど、こういうデザインね。はいはいはい、はい、まあ多分、ね、この辺がすごい、このセンターキャップとかがちょっと変わってくるから、はい、ここは楽しみにしてもらった方がいいかな。センターキャップもやる。はい、はい、やります、はい、数ヶ月後、はい、飛びますんで。何月か分かんないけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、あれから早半年ぐらい経ちまして、はい、ちょっと髪の毛の色も、はい、変わってしまい違いますね。ちょっといろんなところが変わってしまったんですけど、はい、まあ、あの今回ね、一応ようやく出来上がりました。はい、はい、で今から見ていくんですけど、はい、まあ、お客さんがね今回、急がないよと、はい、時間は、はい、なので、まあ、今回お願いした東海ビューティーさんも急がないでいいからねっていうことでやってもらったんで、はい、普通だったら大体1ヶ月から2ヶ月ぐらい、はい、で今回は、まあ、こっちも時間に余裕があったので、はい、まあ、ちょっと6月になったっていうのはあるんですけども、はい、じゃ早速ね見ていくんですけど、はい、前も、まあ、そのこの動画の、ね、頭で話したけど、はい、そんなにもともとはひどくはなかったけど、なかったです。やっぱねそれって僕のあの感想だけであって、はい、やる人がやったら結構腐食ひどかったみたい。へえ、あれでですか。そう、まあ、そのね、今回のその作業後の、はい、これパウダーコートっていうあの塗料がしてあるんですけど、はい、の動画もちょこっともらったので、はい、それもこの後にちょっと貼っ付けておくので、ちょっと自分それ見たい。ちょっと見てみ、はい、あとね写真も何枚かこの辺に、はい、パウダーコート中になるとまたちょっと変わるんですよ。はい、なのでその辺も貼っ付けておくので、面白そう。はい、でちょっと見てみて、皆さん、アイクさん、はい、こんな感じでね、テッカテカ、まあ、出来上がりなんですけど、はい、まあまあ、やっぱり
あれだよね、一番多かったのはここのあのこのボルトのところのあの腐食、はいはいはい、こうミミズっていうか何の線のなんか、まあ、分かります、はい、私は分かります。でアルミの要は腐食なんですよね、あれ、はいはい、こういう白っぽいこうなんかサビみたいな感じになった、はい、なんかミミズが張ったみたいな、ね、そうなんでその辺も全部きれいに取ってもらって、はい、であのまああのかなり削ったみたい。おお、はい、なるほど。でまあこの通り、まあ、こっちもちょっと見てもらって、じゃあ上げてみましょうか。よいしょ、こういう感じで、まあ、出来上がってはいるんで、はい、はい、ですね。で、アキさん、一番のあれ、ここが変わるよって言ってた、センターキャップ、はい、センターキャップ取ったよ、もう全然違くない？前の時は、全然なんか前覚えてないんですけど、あ、前はじゃあ、この動画を見てください。はい。はいなんでこれもちゃんとあのこういうブラッシュド、はい、このヘアライン分かる、はい、した後に、パウダーコートしてあるんで、すごい、はいはい、アルミですね、アルミ、はい、はい、ということで、まあ、あのようやく出来上がって、はい、でこれうちのお客さんはあのアウディの S4、はい、アバントなので、はい、まあ、それに装着させますと、はいはい、何インチでしたっけ、これ20インチ、アジオの20インチですね、はいはい、今回は、はい、そのお客さんのもうほぼほぼ形一緒だったじゃないですか、はい、このブラッシュの、クリア、はい、ですけどそれを色をもうちょっと濃くしたりとか、はいはい、あとあのキャンディーカラーって鮮やかな赤とかピンクとか、わかります、この、はいはい、あの透けてるピンクとか、透けてる赤、はいはい、あのよくあのモーターショーとかでね、履いてる車があると思うんですけど、そういうのに変えることもできるんで、なるほど、はい、で一応今回ね、この東海ビレットさんのあのURL を概要欄に貼っておきますので、はい、であのまあ、ナイルさんを通さなくて大丈夫なので、はい、あの直接お問い合わせ、もし興味がある方はしてみてください、はいはい、結構あのこだわりのある方とか、あとやっぱり人と全く同じだよだ、あ、そうですね、うん、でそれこそね、ちなみに今一件うちに入ってるあの S3、はい、新車 の、はい、のお客さんも、ご自身でホイール外して、はい、今東海ビレッジさんのところに持ってって、はい、色替えをやってます。おお、はい、なのでそれもどんな色になってくるのか、それはここではめるんですか、ね、ここではめるか、でも3週間ぐらいかかるそうなんで、多分あのご自身でやると思うんですけど、ちょっと写真送ってほしいですね。そうですね、はい、はい、でその S3 はうちでコーティングだったりとか、はい、あのデジタルミラーとかやるもんですからね、はい、はい、ということで、はいはい、ちょっと大人の、はい、あの職人さんによる、はい、大人のカスタム、はい、はい、ナイルさん、ちょっとやってみたいと思った方はいいねと、はい、チャンネル登録をお願いします。お願いします。で、まあ、この作業に関しては、はい、あの当店の公式 LINE からでもいいんですけど、はい、まあ、あの直接やってもらって構わないので、はい、あの URL に貼ってあるので、あ、ナイルさんの動画見たんですけど自分の車できますかみたいな感じで問い合わせていただけたらと思います。わかりました、はい、ということで、今は何度、今ちょっと見ていきますか、あ、まあ、30何がしかな、はい、昨日 36.6 まで上がりましたよ、ね、なかなか工場も暑いし気持ちも暑いですけど、はい、はい、まあ頑張ってね、はい、ちょっとあのアップもしてきますし、はい、作業もまだね、納車がね、そうですね、なんか今月多いですね、そう、販売がありがたいことに多いんで、はい、ちょっと順番にやってますんで、はい、もう少しお待ちくださいと、はい、はい、ということで今日の動画はこの辺で、はい、また次の動画でお会いしましょう、はい、はい、さよなら、さよなら。